こんにちは、フリーランス美容師のゆりこです。本日はグレールの夏服購入品を紹介していきたいと思います。今回も可愛いお洋服いっぱいあるので、ぜひ最後までご覧ください。1コーデ目こちらです。これちょっと実はこのトップス前回も紹介したものになるんですけど、めちゃくちゃお気に入りなので、ちょっとまたね、あの他のお洋服と合わせてコーデで紹介させてください。全身こんな感じです。こういうちょっと小さいキラキラっとしたバッグ持っても可愛いですよね。トップス、こちらが前後ツーウェイチュールフリルスリーブブラウス、カラーがアイボリー、サイズがフリーサイズ、お値段が1499円です。袖もね、ここちょっと肘隠れるぐらいなんですけど、透け感があるので全然熱くはないです。で、これに合わせているこの中のキャミソール、これも今回購入したものなんですけど、カップ付きボーダー柄キャミソール、カラーがアイボリー、サイズ S サイズ、お値段が999円です。999円、安い。これね、グレーとアイボリーがあったんですけど、私はアイボリーの方にしてみました。体にすごく綺麗にフィットしてくれるキャミソールなので、すごくね、着心地がいいです。カジュアルなデザインになるんですけど、こういうね、ちょっとこれ首元が今回ごちゃついてるんですけど、ここキャミソールのこのストラップが普通のと、あとここに首元に V 字であって、首元ら辺もね、結構華やかになるようなキャミソールなので、私これすごくね、この夏めちゃくちゃ大活躍しそうだなって思って購入しました。例えばタンクトップとかのワンピースとか、あとはキャミワンピースとかの下に着てもいいと思います。これカップ付きなのでめちゃくちゃ着やすいです。続いてこのパンツですね。私このパンツが今回めちゃくちゃ気に入っていて、すごく私服とかでもね、いっぱい着てるんですけど、スリットピンタックニットジョガーパンツ、カラーがブラック、サイズ S サイズ、お値段が2199円です。スポーティーな感じ、足首がちょっとキュッて詰まってる感じで、足元にスリットが入ってて、これがね、またおしゃれなんですよね。ちょっと見えるか、見えにくい、ちょっとこの裸足でごめんなさい。すごくね、これフリルで可愛い感じのトップスなんですけど、これにこのあえてちょっとこうスポーティーっぽいの合わせて抜け感を出すみたいな感じでやってます。でね、あの伸縮性もすごくあって履きやすいです。ニット素材ではないので暑くはないんですけど、まあ特別涼しくもないっていう感じだから、真夏はちょっともしかしたら暑い人は暑いかなって思うんですけど、今の時期はもう全然まだまだいけます。じゃあ次行きます。続いてこちらです。ちょっと上だけ着替えました。ニットトップス×シアービスチアンサンブル、カラーがブラック、サイズフリーサイズ、お値段が1899円です。私はブラックとこのグレーの組み合わせにしてみました。他にもあのグレーとブラック逆バージョンと、アイボリーとくすみピンクっぽいセットがありました。くっついてなくて別々なんですよ。なのでこの中のね、ニットだけで着ることもできるし、この、まあ、もちろん合わせて着ることもできるし、このね、ビスチェを違うトップスと合わせて着ることもできるので、着回しもね、たくさんできるかなと思います。この素材とデザインがすごく可愛くて、なんだろう、ちょっとこうオーガンジーっぽいような素材になってます。でも透け感はありすぎない感じで、この後ろがじゃじゃん、リボンになってます。可愛い、めっちゃ大きめリボン、こんな感じ、黒でね、すっきりまとめてみてます。これね、実はこうやってあの紐がついてて、あの調節、長さ調節可能の紐がついてて、こういう感じでね、こうベーシックなのはこうやってね、紐をつけてというか肩に通して着る感じに なるんですけど、私はね、この紐がない感じの、さっきのちょっとこうビスチェっぽい感じがすごく好きだったので、こうやって中に紐をしまってきています。はい、ということで次行きます。一気に雰囲気変わりましたよね。ちょっとホワイト系のコーデにしてみました。ラッフルショルダーオープンニットトップス、カラーがアイボリー、サイズフリーサイズ、お値段が1099円です。
フリルティアードタイトスカート、カラーがアイボリー、サイズ S サイズ、お値段が2099円です。フリルはね、結構なんか大胆な感じで可愛いなと思いました。でも若干公式のサイトの写真で見るフリルの感じ、フリルのところの素材の感じがちょっとイメージしてたのとは違ったんですけど、でもこれはこれで可愛いかなって思ってよく着ています。これもね、ここはニット素材になってます。全然厚くないです。でこれはくっついてます、ここ。あ、待って、これこうだった、今まで間違ってきてた。なんか写真の雰囲気と違うってずっと思ってたんですよ、着た感じが。そしたらこうだった、オフショルだった。ここのね、そう、ここのフリルの部分は若干ちょっと多分届いた時がこうギュッて重なってシワになりやすいというか、シワに私はなってたので、まあアイロンで綺麗に伸ばすの必須かなっていう感じですね。なんか今この形のスカート結構流行ってますよね。細かいフリル、こうちょっとティアードっぽいのがついてます。これタイトなシルエットで、結構お尻とかすごい骨盤とかね、ラインが出ちゃうのかな、気になっちゃうのかなって思ってたんですけど、あんまり骨盤とか気になりませんでした。お尻もね、そこまですっごいピチピチに出るっていう感じではなかったので、良かったかなって思います。で、このスカート、私161センチで、あの足の甲に少しかぶさるぐらいでした。結構長めです。もうちょっと短くしたい人はギュッて上げてベルトで留めるとかしたらいいかなって思います。じゃあ次行きます。はい、続いてこちらです。オールインワン、オールインワンサロペットですね。ナローストラップリブオールインワン、カラーがブラック、サイズ S サイズ、お値段が2099円です。本当にこうさらっと1枚着れるオールインワンなんですけど、私 S サイズを注文して結構きついです。結構ね、もう体のラインぴったりっていう感じなので、まあ、M サイズとかでも良かったかなって思ってます。腰回り履くときめちゃくちゃきつかったですテレコリブ素材なので、まあ、体にフィットしてね、すごく着やすいです。伸縮性もあります。だからほんと1枚で楽、なんなら部屋着とかでももう一個欲しいぐらいのレベルで楽です。シアーシャツ、お、こんな感じでシアーシャツを羽織っても可愛い。このね、シアーシャツも私めちゃくちゃもういっぱい着てるんですけど、これもすごくおすすめで、こちらがなんていうんだっけ、洋流シフォンシャツ、カラーがイエロー、サイズフリーサイズ、お値段が999円です。安くないですか、999円です。でカラーがね、結構いっぱいあって、カラバリが豊富でした。すごい、ブルー、ブラック、ブルー、イエロー、ピンク、グリーン、アイボリー、オレンジ、オフホワイト、グレージュがあって、まあ、ちょっとこう柔らかい感じにしたかったので、イエローをね選んでみました。でもなんか、なんだろう、いい意味であんまりそこまでイエロー味が強くなくて、結構いろんな人が着やすいイエローなんじゃないかなって思います。私イエベ春なので、特にこうめちゃくちゃ多分合う色だったなって思って買って大正解でした。シアーシャツとかを買う時のポイントを気にしてるところがあって、私前の動画でも確か言ったと思うんですけど、襟がね、こうきっちりついてる襟があるものがあんまり似合わないって自分で思ってて、なのでなるべくね、こういうシャツとかでこうノーカラーの襟がないものがあったらそれを選ぶようにしているんですけど、これはね、ちょうど襟がなかったのでこれにしました。これだとそのこうやって後ろに落とした時にもあんまり襟が邪魔せずに落ちてくれるんですよ。これがすごく好きで、あのいつもこういうタイプを選んでいます。で、あとね、素材が思ったよりもしっかりしてて、しっかりっていうか、なんだろう、ちゃんと張り感がある。すっごいこうしなしなで柔らかすぎるっていう感じではなくて、ちょっとパリーまではいかないんですけど、ちょっと張り感があるの分かります？こんな感じで、これがすごく良くて、なんだろう、高級感というか、このね、999円とは思えないしっかりさ。
があって、私はねこれすごく買ってよかったです。なのでちょっと他の色も欲しいなって思っちゃってます。ちょっと斜めにかける着方をたまにするんですけど、これね T シャツの上とかからこれやってもすごく可愛かったです。こんな感じで可愛いですよね。白い T シャツとこの淡いイエローがすごく合ってて可愛いなって思いました。はい、以上こんな感じでした。いかがでしたでしょうか。コーデ数もしかしたらいつもより若干少なかったかもしれないんですけど、夏服こんな感じでした。結構みんな高見えしません？ 3桁台に見えないですよね。私結構個人的に夏がすごく好きなので、夏服ねいっぱいもっと買っていきたいなと思ってます。いつもねグレールの購入品紹介の動画結構あの評判が良くて、私もねとても嬉しいです。ありがとうございます。いつもどのコーデが好きだったかとか、まあ、どんなコーデが見たいかとか、たくさんコメントお待ちしております。まだまだね暑い日が続きますが頑張っていきましょう。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。